一回ホテル行きます <laughs> <laughs> 正直野望ってベッドの上でしか語れないじゃないですかあいいね ヘカルさんってすごく価値があるのはもう皆さんもご存知の通りかなと思いますし知名度も抜群で本当にすごい方だなと思うんですけどやっぱり私が志願者の方にお金を出したいなと思う時ってどういう思いがあってこれからどういうビジョンがあるのかだとかそういうところを見たいなと思うのでメジャーな方なんですけどこれからご自身がどうなっていきたいかだとかそういう思い的な部分って正直野望ってベッドの上でしか語れないじゃないですか。いいね ガチな話すると僕は承認欲求の塊なんですよお金稼ぎたいよりもとにかく目立ちたい人気になりたいがぶっちゃけ強いです。うんうん、であのその上でプラスアルファ僕もいろんなもの売ってきたんですけど、はい、やっぱりいいサービスを売った時って。 めっちゃ感謝されるんですよね。YouTube って無料配信なんで、無料で動画見てもらって、それに対してコメントがつくと、それももちろん嬉しいんですけど、何か物を売って、そこで感謝される方が、さらに嬉しいことに気づいてるんですよ。だから、皆さんが作って、作り出してるサービスが、めちゃくちゃ優秀なんだったら、それを広めたいっていう感じ。 なるほど結果それは喜ばれることにつながるんでなんかこうひかるさんクラスだったらもうお金じゃないのはすごい分かるんですよ。で例えばなんですけど今の抱えてらっしゃるファンの方たちに対してどういうふうな影響をこう与えてあげたいかなとか次は目指すべきってこう社会貢献性というかこう日本のために何ができるかだとかうもうそのクラスだと思うんですね、はいはい、この影響力って。はい、なんでこの今抱えてらっしゃるファンの方たちにどういうことをしてあげたいとか何かそういうことって考えられてます やっぱ正直僕は親孝行って何かって考えた時に親のために自分が幸せに生きることだとだ思ったんですよ子供がのびのびと楽しく活動することが親孝行だと考えてるんですよねだから僕はファンにとって同じだと思ってて僕自身が楽しく活動することが結局それが一番のファンさんにつながると結論をここう綺麗事で社会貢献だとかまあ僕はボランティアみたいなことしてきましたけどそれも結論もう僕は綺麗事でしかないと思ってて結果僕が幸せになります 誰よりも <laughs> それが僕のファンにとって一番嬉しいことだっていうふうに僕は考えてるんで令和のスターと絡んでファンが沸くと僕も楽しいとそれだけでもう十分だと思ってるんですよねそのさっきのさっきまで正直見てないですまあでもそういうふうにまあ自分がごしあの幸せになるっていうのもそうですし、はい、まあひかるさんみたいな強い心を持った若者が増えるといいですよね、はい、そうなんですねそれはめっちゃ思いますよね、はい、なんかそれを届けてほしいなってすごく思いますいや分かってらっしゃいますねさすがですわ唯一こう一点 <laughs> 着物座った感じ、悪くないですね。<laughs> <laughs>